現、山西ビル館内に、エクセルや泉美術館、付属する流通旨に、山西の本社がある、株式会社泉は、広島県広島市に本社を置く、スーパーマーケットチェーンを展開する企業、イルイオロシドニアの賛成商店を母体に設立された。小型食品スーパー夢、マート泉及び、総合スーパー、または、大型ショッピングセンターの夢タウン。 オープンモールの夢モールを展開。2015年4月現在、156店舗を営業する。近年は、九州地方での M&A を複数行い、西日本での勢力を拡大している。なお、同社と社名が似ている、関西地区を地盤とするスーパーマーケットの泉谷株式会社とは全く関係がない。1980年に制定されたロゴと、1995年より、 使用されている夢タウンの二代目ロゴ。1946年に山西義政が広島駅前で始めた闇市の屋台をルーツに持つ。1950年に衣類卸ん屋の三世商店を設立。三世商店の小売部門として1961年株式、会社泉を創業、広島市堀川町にスーパー1号店の八丁堀店を開店する。 1980年6月に CI の導入で称号を株式会社泉に変更し、野号も変更。広島駅前の闇市をルーツとする卸売企業には泉の他に四国を地場とする富士の母体になった東和があり、賛成会長は新聞取材で永遠のライバルとしている。出店エリアはドミナント戦略にのっとり、 原則として本社より2時間以内で行ける範囲に出店している。また、スーパーマーケットの創業から2年後の1963年に大阪へ進出したが、現地の思考に合わない品揃えで失敗。わずか4ヶ月での撤退した。それ以降、長らく中国地方での出店に専念し、九州地方への進出は1995年まで行われなかった。 九州地方への出店に対し、地域に合わせた店舗形態にし、画一化にはこだわっていない。また、食料品や医療品などの直営フロアを最小限にし、家具、電気製品、カジュアルファッションなどは有力な専門の会社に任せる方針にしている。2008年2月期で中国地方で約50%、九州地方で約43%を売り上げている。 その他、1998年に四国地方に出店した夢タウン高松は、夢タウン一の売上高になっている。2000年以降は、店舗が球体化した中国地方に再び力を入れている。1990年より大型ショッピングセンター、夢タウンを展開開始。1995年からの九州地方の出店で、業績を急激に伸ばした。 九百七十八年に広島証券取引所と大阪証券取引所二部に上場。九百八十六年の大阪証券取引所一部への指定外及び東京証券取引所二部に上場を経て、九百八十七年に東京証券取引所一部に上場した。九百八十五年のアンフルイチ転堂入を皮切りに、九百八十八年までに、 全店にポスシステムを導入した。ポスシステムの導入に関しては、同業他社に先行する形で行われた。中国地方では、イオングループに匹敵する一大勢力になっており、両社の売上争いは、100年戦争と言われるほどで、ある。2013年11月25日に、南区京橋町に置いていた本社を、東区二葉の里に新築移転した。本社ビルは、 地上6階、地下1階だけで、1階は店舗、夢マート2用の里、2階から6階がオフィスフロアで、泉本社及び関連会社が入居している。2階には、泉資料館がある。2015年2月期の業績は、売上高5797億円、営業利益303億円となり、それぞれ5期3期連続で過去最高を更新した。 大幅な営業現役となっている、競合他社と比べると、プライベートブランド商品を重視した、価格訴求型の商品戦略ではなく、ナショナルブランド商品や地域に根ざした、地場商品を中心にした、価値訴求型の戦略が、顧客からの支持を得ていると論評されている。2018年4月5日、伊藤洋稼働を展開するセブンアイホールディングスとの業務提携を発表。 伊藤洋華堂福山店を譲り受けし夢タウン、福山として再オープンさせたほか、仕入れの統合や輸入品、地域産品などの共同調達を行うとしている。なお、関西伊藤に店舗網を持つ伊藤洋華堂とは、地理的に補完関係にある。2019年5月9日、日流グループを脱退することを発表。2020年2月20日をもって、 プライベートブランドが、それまでのクラシモアから、セブンプレミアムに変更された。夢マートコイまた子会社で、ユアーズデイリーマートを運営している。その他子会社にした会社で、泉系の商標に変更するまでは、ニコニコ堂、ハローグリーンエブリースーパータイエー、D&D フレッシュ8サンディエースなどの商標で、運営していた。旧山西ビル1964年から、 山西の本部。完成当時は、店舗としても使われた。1981年4月から2013年11月まで、泉本社として使用されていた建物2018年5月、現在、泉50年市、朝鮮の流儀に基づいている。有限会社は縄に移管された店舗についても、直営での営業終了の形で記載している。 泉時代に開店した店舗1980年6月の CI 導入以前に泉店として開店した店舗。閉店時期が CI 導入後の場合は泉店として閉店している。広島市、岡山市の所在地については出店の社市に合わせて食い交後にしている。泉に移行後に開店した店舗1980年6月の CI 導入後に 泉店として開店した店舗。開発面積は12万平方メートル。スーパーや飲食店のほか、ホームセンター、温浴施設などが整備される。夢タウンとは別の業態の可能性があるため、こちらに掲載する。2005年3月に JT 松山工場跡地に泉が出店する計画が決定していたが、中心市街地の空洞化を懸念する。 商店街関係者の反対で2006年12月に中止となった。その計画の代わりとして2007年4月25日に広島のデベロッパーマリモが約53億円で落札し、同年7月に敷地約3万3000平方メートルのうち約1万平方メートルずつを地場スーパーの富士と大気に売却したほか2008年3月には 残りの土地のうち半分を売却する方針が明らかになり、2009年1月に松山市医師会が医師会館建設用地として取得した。そしてマリモのマンション、ポレスター松山フォレスト式と、地場スーパーの富士、ケーズ電機などで構成される複合施設が建設された。2015年7月にマルヒサ、マルミアストアが経営統合して、リテールパートナーズを設立。 同月中に業務提携を解消した。また以前は小僧寿司のフランチャイズにも加入していた。泉が発行する商品券には額面1000円と500円の2種類が存在し、釣り線が出る。また次の各系列店頭で利用できる。ありがとうございます。